ラーザリ・カガノービチ、ラーザリ・モイ・セービチ・カガノービチ、1893年11月22日から1991年7月25日は、ソビエト連邦の政治家、官僚、ウクライナ共産党第一初期運輸大臣を歴任した。また、ヨシフ・スターリンの側近を務めていた。ロシア帝国時代のウクライナ・キエフ県、ラドムイーシュリ軍カバヌイの村で、 ユダヤ人の両親のもと、1893年に生まれた。人生の大部分において、彼は頑強な無心論者だった。形ばかりの教育は決して受けず、独学で靴職人となって働いた。1911年、ボリシェビキに入党した弟のミハイルはすでに党員であった。1915年末、カガノービチは逮捕され、カバヌインに送還された。 1917年3から4月は、川重工組合の組合長、そして、ユーゾフカソビエトの副議長であった。1917年5月、サラウトフにおける、ボリシェビキの軍事組織の指導者となった。1917年8月、彼は、ベラルーシのボリシェビキ党、ポレーシエ地区委員会の指導者となった。10月革命時は、ホメリの反乱指導者の役割を果たした。 1918年、カガノービチは、赤軍宣伝部の政治委員となった。1918年5月から1919 19年8月、ニジニノブゴロド県の幹部会議長であった。また、1919年から1920年は、ボロネ事件の指導者であった。1920年から1922年、彼はトルクメニスタンにおいて、地方のイスラム教反乱勢力、 バス町に対するボリシェビキ闘争の指導者の人であった。そして、その地方の敵対者に対する討伐においても、引き続き指揮を取った。1922年5月、ヨシフ・スターリンがソビエト連邦共産党書記長になると、直ちにカガノオビチを側近とし、書記局の組織部の長に転任させた。この部署は、共産党機構内のすべての役職に対して、責任を負っていた。 カガノービチは、ここで働きながら、スターリンの支持者たちを党官僚社会における重要な地位につける手助けをした。その地位において、彼はその高い仕事力、スターリン個人への忠誠、そして彼自身の個人的見解の欠如が認められた。彼は、スターリンからのあらゆる命令も必ず実行すると、公言していたが、その当時はまだ珍しいことであった。1924年、 カガノービチは中央委員会の委員となった。1925年から1928年にかけてカガノービチはウクライナ共産党第一初期の地位にあった。ウクライナにおけるカガノービチはクラーク不能に対するその経済的抑圧の徹底方針、そして社会主義へのクラークの平和的統合を掲げるニコライブハーリンのより穏健な政策にする頑強な 反対で有名であった。ウクライナ共和国における彼の在任中、ウクライナ化政策はロシア化へと変更され、そして多くの投函量がウクライナ民族主義者として粛清された。1928年、カガノーブ1指導部に対する数多くの抵抗のため、スターリンはカガノーブをウクライナからモスクワに転任させ、党中央委員会初期の役職に戻した。 1939年まで、スターリン構想が国家の唯一の指導者となるという期待のもと、彼は当初期として、いわゆる共産党内の左翼反対派及び右翼反対派に対するスターリンの闘争を支援した。1933年から1934年まで、彼は共産党党員粛清委員会議長、ドセントロルナジャコミッシジャポープリバーカパーシュリナイク、 ライアドーフを務めながら、個人的には共産党を追放されたスターリンの敵対者とは誰も連絡を取れないようにした。1934年の第17回答大会において、カガノービチは集計委員会議長となった。彼は中央委員会の役員選挙において、スターリンの立候補に反対する290個の票を取り除き、改ざんした。彼の行為により、 セルゲイ・キーロフの代わりに、スターリンを初期長として再選させた。規約では、反対票が、より少ない候補者が初期長となる。カガノービチが改ざんする前のスターリンの反対票は292、対してキーロフはわずか3秒であった。しかしながら、公式の結果では、カガノービチの妨害により、スターリンへの反対票は2票だけであった。1930年。 カガノ備ビチはソ連共産党政治局員、そして東モスクワ地区、1930年から35年、及びモスクワ市、1931年から34年代、一初期となった。彼はまた、農業集団化や早急な工業化を含め、スターリンの経済政策の実行の多くを監督した。1930年代にカガノビチはモスクワにおける、 ソビエト発の地下鉄システムの建設を組織化し、大いに寄与した。この地下鉄には、1955年までは、彼の名前が冠されていた。この時、彼はまた、旧聖主ハリストス大聖堂を含め、死の歴史的建造物の多くの破壊を監督した。1932年、彼は、イバノボイコールボズネセンスクにおいて労働者ストライキの、無慈悲な鎮圧を指した。カガノチは、 ビャチェスラフ・モロトフと共に1930年の全ウクライナ党大会に参加し、ウクライナにおける集団化政策を積極的に奨励した。それが数百万のウクライナ人が死んだ1932年から33年の悲劇的なホロドモール、ウクライナ大飢饉へと導いたと多くの歴史家が論じている。同様の政策はまた中央アジアのカザフスタン共和国や クバ番、クリミア、シモボルが、その他ソビエトの各地方においても多大な苦痛を与えることとなった。共産党中央委員会の使者として、カガノービチは、ウクライナ、ロシア中央部、北、カフカース、シベリアを旅し、農業の集団化と、不能と、その支援者、一般に、集団農場化の遅れの責任を押し付けられた人々に対する抑圧の促進を要求した。 例えば北カフカースの指導部に圧力をかけて、クバンのサンスタニツァ、ポルタフスカヤ、メドベトコフスカヤ、ウルプスカヤの全員を、全体で4万5千人完全に、国外追放させた。著書、悲しみの収穫、ソビエトの集団化とテロル基金の中で、ロバート・コンクエストは基金に責任を持つ人物として、モロトフ、パーベル・ポストイシェフ。 その他ソビート連邦のスターリン主義指導者たちと共に、カガノービチの名前を挙げた。1935年から1937年まで、カガノービチは、運輸人民委員、大臣として働いた。大粛清の開始前でさえ、彼は、破壊活動家として何千人もの鉄道管理者や、経営者の逮捕を組織化した。 1937年から1939年までは、彼は、重工業人民委員であった。1939年から1940年までは、石油工業人民委員を務めた。彼の仕事は、規律の統制とスターリン政策への追従を、進めるため、あらゆるところでの逮捕とつながっていた。 1930年代末の全頭協議会において、外国のスパイとサボタージュを行う者を探し出し、迫害する一層の努力が必要だとの演説を行った。スターリンの命令を実行する上で、その冷国無比ゆえに、彼は鉄のラーザリのあだ名を付けられた。これら数年間に死んだ多くの一人に、航空機産業人民委員だったラーザリの弟、ミハイル・カガノ・オビチがいた。 1940年1月10日、ミハイルは火山の航空機工場 N24 の工場長に降格させられた。1941年2月、共産党第18回大会の期間、ミハイルはもし工場が締め切りを逃すなら、党から追放されると警告された。1941年6月1日、ラーザリからの電話の後、ミハイルは自殺した。 大祖国戦争、独祖戦期、カガノービチは、北カフカース及び、ザカフカース戦線の政治委員、軍事会議メンバーを務めた。1943年から1944年に、かけての彼は再び運輸人民委員を務めていた。1943年、彼は、社会主義労働英雄の称号を授与された。1944年から1947年まで、 資源開発省であった。1947年、彼は、ウクライナ共産党、第一書記となった。1948年から1952年の、間は、国家資源供給委員会、ゴズナブ議長、そして1952年から1957年は、閣僚会議第一副議長、副首相であった。カガノービチは1957年まで政治局員。 および、幹部会員であった。彼はまた、後のソ連共産党、第一書記となるニキータ・フルシチョフの初期の指導者でもあった。フルシチョフは1930年代、カガノービチのモスクワ市における代理人として、頭角を表した。1947年、フルシチョフが、ウクライナの指導的地位を解任され、格下の政府首相職に止められた時、スターリンは彼に変えて、 その年に復職する、その時までカカノービチを派遣した。カカノービチは、片物のスターリン主義者であり、幹部会に残っていたが、1953年3月のスターリン主語に間もなく、影響力をなくした。1957年、彼は、強硬路線のスターリン主義者であるピャアチェスラフ・モロトフ、クリメント・ボロシーロフ、ゲオルギー・マレンコフ、いわゆる、 半島グループに従い、ここ2年でスターリン批判をますます激しくするかつての古文、フルシチョフに対する党内クーデターに参加したが、失敗に終わった。クーデター失敗の結果、カガノービチは幹部会及び中央委員会を解任され、そしてウラル地方の小さなカリウム工場の工場長の地位を与えられた。1961年、彼は党から完全に追放され、 モスクワに住む、年金受給者の一人となった。1987年、クレム人の狼、ソビート連邦恐怖の設計者、LM カガノービチ最初の伝記と題した本が、米国人ジャーナリスト、スチュアート・カーンによって書かれた。本の中でカーンは、長らく行方不明であったカガノービチの王であると、主張した。カーンはまた、モスクワ訪問中に、カガノービチと、個人的に、 インタビューをしたと述べた。このインタビューで、カガノービチは1953年に、スターリンが死んだことについて、毒殺と推定される一部責任があると認めたと、主張している。同様の異様な主張に、スターリンは、晩年にカガノービチの姉妹と結婚したとか、ユダヤ人であるカガノービチが、ユダヤ人狩りの律役者だったというものがある。こうした主張は全て事実かという問題は、カーンは、 カガノービチと話したことはないし、その本の内容も嘘っぱちだと、娘を含め生き残った家族は、手紙の中で述べている、当時の NKVD 長官ラブレンチー・ベリアが、スターリンに毒を持ったという説が流れている。カガノービチは97歳まで存命し、1991年のソ連崩壊へと導いた一連の事件が起こる前に、死去した。晩年のインタビューで、彼は、 ミハイル・ゴルバチョフによる統治を国家の破滅の直接原因と評していた。1938年26ビス号計画で新たに建造をされた軽巡洋艦はカガノービチと名付けられた。1945年2月に竣工した同館は対日戦に備えてソ連太平洋艦隊に配属された。艦はこの年よりラーザリカガノービチと改名された。 しかし、1957年には、ペトロパーブロフスクに改名されて、カガノービチの名は外された。1951年7月3日、ラーザリ・カガノービチの息子ミハイル、ラーザリの弟にちなんで命名されたは、スターリンの娘のスベトラーナ・アリルウワと結婚した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。